今日は県内で新たに59人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました浜松市はインド型の変異ウイルスの感染者1人を確認したと発表しています今日の新たな感染者を自治体別に見ますと静岡市で20人浜松市で19人磐田市で4人などとなっています浜松市は 今月上旬に発症した高齢ではない男性1人がインド型の変異ウイルスに感染していたと発表しました。男性は先月下旬、インドから帰国し、自主的に待機している期間中に症状が出て、PCR 検査の結果、陽性と判明しました。帰国後の接触者はいないため、市は感染の拡大はないと見ています。 静岡市では、これまでの感染者のうち新たに5人が変異ウイルスに感染していたことが分かったと発表しています。ワクチンの扱いでトラブルがありました。県内の医療機関で保管していた医療従事者向けのワクチンが冷蔵庫の故障により廃棄されたことが分かりました。 県によりますと、ワクチンは通常2度から8度で管理されますが、11度まで上昇していたため、すべて廃棄したということです。廃棄となったワクチンは容器36本、合わせて216回分です。この医療機関の冷蔵庫は18年以上使っていたものだということです。